それでは虫垂炎の手術後の痛みの確認をしてみます。先ほど押さえましたこういうふうに痛みの感じがあります。ここを押さえています。痛かったら言ってくださいね。大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫ですか？はい、これはどう？痛いですね。これは痛い。これも痛い。ここはどうです？痛い。これも痛い。こっちはどう？痛い。おー、ごめんなさい。同じ力で押してるんですけど、ちょっと離れて、じゃあこっち。あ、どうもない。どうも、全然大丈夫ですね。こっちは大丈夫ですね。こっちは大丈夫、大丈夫ですね。で、このマジックで書いた中に痛みがあります。虫垂炎の手術後はこうありますけど、ここだけにおそらく癒着の痛みだろうと思われる痛みがあります。この患者さんは右の膝、と腰の痛みがあります。今からこれに鉛皮芯を貼って、右の F1、F6 の清潔歯楽をやって、変化を見てみたいと思います。